痛くなったらメルルセデスもな大チャンネルですいつもと背景が違います、皆さん。えー、今シーズン、3月でね、私の学生生活が終了いたしまして、えー、この4月から新社会人となったわけですが、えー、この社会人になってもね、えー、この背景変わりません。全く変わりません。まあ、休みの日は、えー、どんどんと、まあ、このサークルチェンジだったりとか、生配信だったりとかね、えー、まあ、現地だったりとか、いろいろお届けしていこうと思っているところでございますが、えー、皆さん、まあ、ここ、新橋のサークルチェンジと言います。 えー、オリックスファンの、えー、ビーモレルさんが店長を務められているサークルチェンジと言います。そして、まあ、このサークルチェンジがね、2022年の、えー、5月からオープンいたしまして、まあ、その時から、えー、非常に、えー、まあ、行かせてもらってるんですけども、えー、そこの勝率がまあ、とことん悪いとね、えー、皆さんはお分かりいただいてると思います。はい。で、えー、で、まあ、結構負けてるんですけど、まあ、負けまくって負けまくって何連敗もして、で、なんか、シーズン最終盤になってきてから、なんかちょいちょい勝つっていうね。なんか順位もだんだん決まってきて、あ、もうなんか消化試合だな、ぐらい。 のところで僕勝つんすよ、うん、それじゃ意味ないんですよ。まあそれで負けたまんまでたまったもんじゃねえと、まあ、昨日の動画でも言ったと思いますが、まあ、そういう思いでまあ、今年はね、えー、序盤からもうどんどんぶっちぎってもうチャタニー選手のようにぶちかまして、えー、このサークルチェンジでも行きたいなと思っていたところでですね、えー、本日の千葉ロッテマニンズ対オリックスバファローズ なんか今サウナで整ったみたいな声出したけど打線が全然整ってないでもダメ3日連続で1点しか取ってねえしで今日はねまあ先発が種市投手だったということでまあ、ある程度期待はしていたんですけれどもえー、まあ初回の3失点からまあその後はちょっと立ち直ってきたところありましたがまあ、オリックス打線がついに目覚めたというかはいそういった展開ですねうん。 なんか音漏れするね。音漏れするね。まあ、どっかでなんか誰かが騒いでる声がするけど、ちょっと呼んでみましょうか。音漏れさん、音漏れさん。はいどうも、音漏れるです。お前か、今騒いでたの。うん。お前か。うん、まあ全然いいんですけど。ここで騒ごうか、と。ここで騒ごうかあ、お願いします。オリンーンおめでとうございます、勝利。おはようです。イス。 えーということで、えー、本日もまあ店長 b ーボル l さんお世話になりました、えー、まあ今日ね試合をまあざっくり振り返っていきたいと思うんですけれどもまずねあの今日の千葉ロッテマリンズの MVP ちょっと紹介していいですか、はいえー、とまずペコッパいいパフォーマンスでしたあれでやっぱりスタンドとかも湧き上がったと思いますしね盛り上がったと思いますはいペコパ。はいぺこぱぺこぱぺこパぺ、はい、えぱぺこぱ これからじゃないな終わりだなうん終わりえーだって点取ってないもん今オリックスの MVP を紹介していただきましょうかまあみんなっすかエスピノーザちゃう俺似てますよね要するに俺ねえ半分半分で顔出してますけど似てますね、うん、俺 MVP 俺まあ、7回の犠牲フライの1失点だけですよ、ね、そうやねまあ、2登板で1失点そうやねすげえ能力持ってんじゃないですかモレルさんそうやろやばくないなんかコントロール覚醒しもんたわ <laughs> いやモレル打たなきゃまずいって マジでモレルは打とうや、まあ、昨日宮城投手だったからね、まあ、開幕投手でもあるしもうエースでもあるから一、まあ、得点、うんまあ、結果的にも勝ったし、うんまあ、しょうがないと思うけどモレルは打とうやモレルは打とうよだか舐らてててな舐められてるみたいで腹立つな俺勝ったのに舐められてるみたいやな舐めてましたすいません大先輩を でですね、今日の試合展開ですが、まあ、先発が種市投手だったということで、まあ、初回いきなり3失点でございましたね。まあ、いきなり、え、西川選手と西野選手に連打を浴びました。はい。まあ、この時点でちょっと怪しい雰囲気というか、まあ、モリルさんも結構ね、興奮してましたね、ここね。え、種市から連打みたいな感じで。うん、そして、えー、3番の中川啓太選手、まあ、昨日もツーベースはあなっておりましたが、レフトへのタイムリーツーベースで、まあ、いきなり3連打で失点。 まあ立ち上がり課題だからまあここはしょうがないとしてその後も森友谷選手にセンター前ヒットを打たれましてえー、これで三失点ですかねまあ不調な森友谷選手であったんですけども今日タイムリーヒット打ちました初回三失点うん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 、うん、う立ち上がりしっかりしようや前回六回無失点だったけどさやっぱ課題が立ち上がりってのは変わりないようん立ち上がりでやっぱ流れって変わってくるからかそ,その設定なんなんの,そのサングラスして 人格変わる系の最近流行りの、ね、極母とか三上源蔵とかそっち系の感じかなまあ、ねまあ、これもパクってるんですかね、うん、まあでも唯一違うのはあの眼球が1個しかないっていう、うんうん、ここなんか独特じゃないですかこういう設定よ <laughs> 大丈夫それで今年いけるいやいけないっす今シーズンこれで走るあ俺捨てるブレんだよお前お前いらんよっていいやつで通せよお前お前いらんよって通せよ今年流行らせろよ もう炎上経営の完全に。ぶれんなよ。お前いらんわだってもうね。いるもん。<laughs> しし誰のことか言ってへんやん。俺別に。某選手。某選手。<laughs> 某選手。<laughs> 初回3失点取られて、まあ、その後も、えー、ロッテ打線は打てず、で、まあ、谷一投手は結果、5回5失点というね、まあ、谷一投手では考えられない成績ということになりました。はい。まあ、ロッテは、えー、7回に犠牲フライで、爪楊枝が1本刺さっただけ、で、そして9回に、えー、オリックスに行って一気に4点取られ、えー、結果的には9対1、まあ、こういう日もあるとは思いますが、えー、とりあえず、打たないと勝てないということは、えー、重々承知しておいてもらって、はい。あ,、えー、あと、えー、今日の生配信でですね、結構盛り上がっていたワード。 ありました、ね、はいく,くんくんがちょっと流行ってましたねなんとかくんうまく,く,くんゆうまくん宗くん頓宮もうまっすね頓宮はユー馬で優馬優馬頓宮そこは呼び捨てなんですね胸はうまくんうまくん,くんまああとあれだグッチのお絵が今日流れたおお ぐち、えー、の映画が流れて、えー、その時が多分サークルチェンジ今日一番盛り上がった点ではございましたね、うん、まあその二次会ということで歌って,歌っておきましょうか「ララララララヨシメグ」「ララララララヨシメグ」「ララララララ」よしめぐ トランペットの音感も全部覚えてしまったはいまあそれはどうでもいいとしてあと今日スタメンウィケだ 前にむせてますけれども、はいまあこんな感じで、まあ、負けてはしまいましたけれどもサークルチェンジ本日も楽しませてもらいましたまあもちろん負けたことは悔しいんですけれども、えー、まあ重々承知していたというか、まあ、皆さんも分かっていたことなんじゃないかなと思いますんで明日は生配信がありません休みですけど仕事は休みですけど生配信ありませんということはご想像にお任せしますまあお,おそらく同じようなことを B モレルチャンネルでも言ってるかと思いますがまあこれだけも言っときます 同じ席じゃないっす連番じゃないっす、うん、どっか、まあ、サークルチェンジもお休みですもんね明日お休みですね、まあ、どっか違うバーでね応援したりするのか分かんないですけども、えー、とりあえず明日も楽しんでいただければなと思いますはいということで、えー、明日はローキまあ前回ね朗キ投手9回、まあの表にいろいろありまして、まあ、勝ち投手はつかなかったんですけれども、えー、明日は目指せ完全試合 同じこの時期ですから完全試合したの、まあ、オリックスの打線も今日目覚めて、えー、いよいよ完全体になってるところでありますが目標は完全試合で、えー、常に完全試合でお願いします、はい、ということで明日の試合もモインツファイティーさせてよ